ございます。ポン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 とペロペロポンです。今日はカードキャプターさくらクリアカード編の最初に出てきたともよちゃんの髪型がめっちゃ可愛くて、どうにかしてペロはね全然髪の長さが短いんだけど、どうにかしてあの可愛いともよちゃんの髪型をできないかって思って、今日はともよちゃんのあの可愛い髪型をやっていきます。まず準備するのはリボン。なんかね本当は黄色だったんだけど、黄色いリボン持ってなくて、赤なら持ってたから、これ普通にね100均とかに売ってるテープリボンをリボン結びにしただけで、裏にねこのアメピンを刺しておくと、こうやってシュッて刺すだけで刺せるの、リボンが。後ろにアメピンを刺したリボン、あとこのねわかめゴムみたいな、こういう細かいやつ、細かい細い細いやつ、あとはちょっと可愛くしようかなと思ってハートのねキラキラしたピンを2個用意します。最初に横髪を取っていきます。ただねここに横髪があるんだけど、あのともよちゃんのやつ横髪がめっちゃ長かったから、ちょっと姫カットではないんだけどね、この横髪だけにするとちょっと別のものになっちゃうから、横髪を結構ね結構な量を残して、あれなんか長さ違くない？嘘でしょ。これで同じくらいの長さになったかな、左右。そしたら後ろに取った髪の毛を半分で、頭の頂点から半分で割っていきます。はい、そしたらねこの取ってきたところを三つ編みをします。ペロも分かんないからね、自己流っていうか見たまんまでやってみる。はい、三つ編みをしたらこのゴムで下を結びます。あ、待って出てた。あ、でもいい。はい、そしたらめっちゃピヨンってなってるけど、まあいいや。反対側もやっていきます。ペロね髪の毛ボブなんだけどね、最近ちょっと伸びてきて、2月17日にワンマンライブがあるから、その前にね行こうと思ってるんだ。あ、どこどけちゃった。どれくらいの髪の長さにしよっかなって。ボブだとねなんかちょっと1センチ違うだけでも結構ね印象、全体的な印象が変わってくるから迷うんだよね。ワンマンの時にどれくらいの髪の長さにしようか。はい、こっちも結びました。ハートのピンでこの結んだ三つ編みをちょっと丸くして、背中じゃない後頭部でピンを止める、この先っぽをね丸くして後頭部で止める。なんか短いからめっちゃ地味な感じになりそうかも。耳の後ろくらいにでピンで留める。いや短いから地味だな。そしたら反対側もできた。そしたら最後にこのアメピンをつけたリボンを三つ編みの結び目の付け根のところにつけていきます。できたできたのかな。これはもうなんか色も違うし、髪の長さもなんか友達ちゃん横髪これくらいあるし、ボリュームもあるからなんか全然違う感じになったけど、一応できた。はい、以上ポンとペロでした。